アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、天木純です。私は今 DVD の撮影でサイパンに来ております。やったー、新鮮ですごい空気も澄んでていいです。私が印象に残っているシーンというか衣装などは、まず一つは一番大好きなスクール水着をすっごい明るい天気のいい下でプールで撮ったことです。とっても楽しかったです。で、もう一つあって、制服水着を今回初めて着たんですけれども、三角ビキニでここにリボンがついてて、すごいセーラー服っぽい水着になっております。楽しい大好きなダンスを踊ったりとかして、すごい自分の中でもドキドキワクワクして撮ったシーンです。とても楽しかったので、この楽しさが DVD 見たら多分見てくださってるみんなに伝わると思います。初海外っていうのもあって、すごい私の大事な作品なので、セカンド DVD ぜひ皆さん何度も見て、私をたっぷり好きになってください。お願いします。ありがとうございます。撮影中一番楽しかったことは何ですか？一番楽しかったことは初海外のスカイブルーの海に入ったことです。それで、最後にスノーを固めてバンって胸でダイブして潰すんですけど、なんか楽しくてちょっと笑けました。では一番大変だったことを教えてください。一番大変だったことはやっぱり日本よりもすごい紫外線というか日差しが強くて目が開きにくかったので、日傘をじーっと見て、はいはいっつってやるのがなんか大変だったなって思います。天木さんが毎日欠かさず行っていることはありますか？毎日欠かさず行っていることはやっぱり大事な勝負している胸なので、これを保つためにもちゃんとお風呂上がりに保湿をしてこうやってクリーム塗っていることです。家に帰って最初にすることは何ですか？家に帰って最初にすることは、私の家で飼っている4羽のインコちゃんに、ただいま帰ってきたよ元気って言ったり、ピンポーンって鳴らして起こしてから入ったりする、そういういたずらな感じです。仕事がお休みの日は何をして過ごしていますか？お仕事がお休みの日は、一人で買い物しに行ったりとか、あとは家でゴロゴロしたりとか、さっきも言ったインコちゃんずっと出しっぱなしに遊んだりとかしてます。天木さんのストレス解消法を教えてください。私のストレス発散は歌ったりとか、それこそグラビアしてる時とかだとすごい素の自分でできるので、何も忘れてちゃんと撮影に挑めることがストレス発散法です。最近ハマっていることはありますか？最近ハマっていることは一眼レフカメラを持ってるんですけれども、最近買って、それでサイパンの初海外の風景とか、そういう風景を撮ることにハマってます。下手くそなんですけど。そんな天木さん、男性のどんな仕草をドキッとしますか？男性のどんな仕草、優しいのはやっぱり全般的にいいなって思うんですけれども、ツンツンデレがよくって、ツンツンの部分の方が多くて、デレが本当に一瞬あるようなのにキュンってします。理想のデートのプランとかはあるんですか？理想のデートプランはやっぱり海がすごい好きなので、夜夕日が沈む頃の海とか一緒に行って、綺麗だねとか、海足だけつけたりとか、キャッキャするような青春っぽいことをしてみたいです。今まででファンから言われて一番嬉しかったことは何ですか？純ちゃんの笑顔のおかげで毎日頑張れてるって言われるのがすごい、私がいる意味を教えてくれたというか、すごい落ち込んでた時とかにそういうことを言ってもらったことがあったので、すごい感謝しています。出身は兵庫って聞いています。はい、好きな場所はありますか？好きな場所は、実家はもちろんなんですけれども、中学校がすごい思い出に残っていて、一番遊びほうけてた時期です。何でももう なんだろうな、いろんなものを吸収して好奇心旺盛だったので、すごい思い出がたくさんあって、友達もたくさんいるので、中学校が思い出です。天木さんはお姉さんがいるそうなんですが、どんなところで遊んでるんですか？4つ目のお姉ちゃんなんですけれども、お姉ちゃんとだったら、お姉ちゃんアイドルやってるんですけれども、朝出張ヘアメイクで
って髪の毛をやってあげにライブ前に行ったりとかして、遊ぶっていうよりかはそういうなんか私がお姉ちゃん家に行ったりとか、お姉ちゃんが私の家に来てとか、そういうたわいもない感じの姉妹です。ありがとうございます。それでは、今後挑戦してみたいお仕事とかはありますか？今後挑戦してみたいお仕事はですね、グラビアはもちろん続けていきたいし、今よりもっと頑張りたいと思ってるんですけれども、こういう DVD 撮影とかでちょっとした演技が入っていくんですけれども、私演技全然ド下手なんで、もっと上手くなって日常とかをいろいろ頭にどういう、ここはどういう感じで、あ、演技につなげれるなっていうところをいっぱいストックしておいて、ちょっとしたお芝居とかを始めていきたいなって思ったりしています。ただ、自分の名前をみんなにもっと知ってもらいたいので、バラエティ活動、グラビア活動をまずは極めていきたいです。はい、ありがとうございます。それでは最後にサイトの読者の皆さんへ一言お願いします。はい、見てくださっている皆さん、ちょっと何言ってるか分からない時もよくあるんですけれども、テンション高くて明るくてちょっとおちゃらけた感じの私ですけれども、こうやって応援してみてくれてるっていうことは、私が頑張ればみんなもついてきてくれるっていうことなので、これからもっともっと今まで以上に頑張っていきたいと思いますので、ぜひセカンド DVD 見てください。そして今後につながるように応援よろしくお願いします。以上、天木純でした。ありがとうございました。